士になりたいな。僕の前にはどこまでも続くレールがある。夢へのレールはつながっている。本気で頑張る君のまっすぐな瞳が好きだ。立ち向かってゆくその姿は凛として美しい。時に涙こ実はここ学校なんです。動画を見ている皆さんへ。ステーションケーススタディ北京乗務員実務を担当している里口邦夫です。趣味はドライブ乗り鉄です。近鉄では北京車掌運転士を担当していました私が経験談いっぱいの授業を行います。君の夢に向かって出発進行。第1回鉄道クイズ第1問。日本全国の都道府県の中で唯一電車の走っていない県があります。それは何県でしょう。はい、では正解は徳島県です。徳島県は電化がされておらずディーゼルカーが走っています。ですので徳島県には電車は走っていません。そこで一つ、あれ沖縄県はどうなのって思う人もいるかもしれませんが、沖縄モノレールは、電車に入ります。電力を動電力と動力源として、走っておりますので沖縄モノレールは電車に入ります。ということで正解は徳島県でした。皆さん勉強になりましたか。鉄道って奥が深いですよね。特急乗ってその時の、電車といい乗務員さんもかっこよかったなっていうのは、それもきっかけになったなとは思います。その授業とかで話し方の練習とか、ゆっくり一呼吸置いて喋るっていうのはすごい勉強になったなと思ってます。それが今めちゃくちゃゆっくり喋ろうって思わなくてもゆっくり喋れるようになったんで、どこどこ行きたいんですけどってお客様に京都とかで言われて、すごい遠いところとかやったら、もうできる限りご案内してあげた時にお客様からほんまに笑顔でお礼言ってもらえた時は、時間ないけどちゃんと説明してよかったなってめっちゃ思いますね。あとは子供とかが土日とかめちゃくちゃ多いんで、そうやってやっぱり見てくれてるっていうか、やっぱ電車好きなんやなっていうのは、それとやっぱり自分もこんなやったなって思ったらすごい懐かしくて、そういうのはすごい今こうやって仕事できてんねんなと思った時はめっちゃやりがい感じますね。僕は、トラジャルに入って門口先生に出会ってこの近畿日本鉄道を目指すきっかけになりました。皆さんも、夢を諦めずに頑張ってください。応援してます。